ですよね。よくね。こなつ、こうはに、なーはご、つーは1ね。にちは4、わーは8。カタカナのダイアリーは、英語のダイアリーはカタカナのダイアリーになっちゃって、だが5で、いが2、あが2、りが2、伸ばして1、スラッシュ1、猫が13、まーが4、みーが3、れーが3、せーが5、で、勝つが10ということでね、長いでございますね。もう計算できるかなと思いましたね。もうやばいですね。もうこんだけ数字が多いと。ということでね、まあ、こなつっていうね、字はですね、これね、八角でございますね。八角っていうのは何かというとね、根気運って言いましてね、すごく粘り強いね。根気運って書いて、粘り強いね、数字ございます。大吉数でございますね。で、まあ、合計すると71画。川柳運でございますよ。画梁運とも言われております。もうね、わかりますよね、もうね。もうすごい。今ね、もうね、まさしく天に昇るためにエネルギーを貯めているところ。これが一度のチャンスカウント、ポーン昇竜って感じですよね。ということでね、とてもね、素晴らしい大吉数でございます。ぜひともね、蓄えて、力を蓄えて、ねえ、天まで登って行っていただきたいと思っておる今日この頃のまさかみでございます。いかがだったでしょうか。ねえ、OK です。全然 OK です。でもね、いいから言うことないのね、あんまりね。ということでですね、まあ、このようにね、そう。小夏日和ダイアリーさんのね、猫まみれ生活のリンクの方はね、こちらの下の方のね、説明欄の方にリンク貼っとくので、ちゃんと皆さん見に行ってくださいよ。このね、はい、川柳運を持った、画柳運と呼ばれている、ね、大吉数を持った方のね、やはり動画は見ないといけない。たくさん見れば見るほど、運気が上がると思いますよ。そしてちゃんといいねボタンも押して登録してくださいね。まさがみのお願いでございます。ということでね、このようにですね、僕も私も見てほしいということは遠慮せずにね、遠慮せずに、あのね、もう下にね、コメント欄に見てほしいとか気になるとか私はどうなのって書いてください。ね、順番に見ていきます。まあ、たまにね、ちょっとね、すっぽかして忘れるときあるんで、書いてくださいね。忘れてないか俺をって。最近よく言われてるんです。どうもすみません。多少順番前後になりますけどね。ちょっとね、強敵なやつはちょっと後ろに回させていただいております。これはちょっとこちらの都合で大変申し訳ないですけども、確実にね、順番にね、アップしていくんでね。ということでございます。それでは皆さんごきげんよう。また会う日まで会える時まで。まさがみ龍鳳でした。バイバイ。